2020年に第10回を迎えたいわきポレポレ映画祭。そのクロージングとして映画ダンシングチャップリン上映会と須尾正幸監督トークショーが11月1日日曜日に有吉中劇場で行われました。その後で私たち平田第三中学校の2年生3名は日本を代表する映画監督である須尾正幸さんに独占インタビューを実施しました。そこで今回は心に残る須尾監督15のパワーワードをご紹介します。シャルウィーダンスでは社交ダンス、マイコアリリーではマイコとミュージカルなど他ではなかなか見る機会のないアイデアや舞台設定が多かったんですが、それはどんな時に何の影響で思い浮かぶのですか？電車に乗ってて窓の外にある駅止まった時にダンス教室がたまたま目の前に目に止まったわけ。あ、そういえば子供の頃から駅のそばの雑居ビルにダンス教室ってあったよなと思ったのね。だけど僕はそのダンス教室に通ってる人を一人も知らないと思った。で、一体あそこにはでは何があるんだろう。で、これはちょっと映画監督だからかもしれないんだけど、もしあの窓辺に美しい女性が立っていて、それ毎日通勤で通ってて同じ場所に乗るから目にしてたら、あの人と踊ってみたいって思うかなっていうふうに思った。で、社交ダンスの取材を始めたらびっくり、ああいう皆さんが映画で見てくれたああいう世界があったのね。だからそうやって本当に日常の何気ないこととかで驚きがきっかけかもしれない。ほとんど言ってみれば自分の知らない世界、それにある時偶然出会う。だから、逆に言うと映画のネタはないかなっていうふうには生きないようにしてる。普通に生活してて自分が驚いたりすごいなと思ったり面白いなと思ったり、そのことをきっかけにその世界を取材してみて、わっこれはすごいやって思ったら、それを世界中の人に知ってもらおうっていうんで映画を作る。だからその映画のために何か面白いことないかなというふうには生きてないんだよ、逆に。だから映画をもとに考えないで、映画とは全然関係ないところで見つけたものを映画にするっていうのが僕の映画がちょっと変わってる理由かもしれない。その映画を作る中でカメラ その目線、役者さんより目線が今回のチャップリンの話の中でも高くなったり低くなったりっていうのがあったんですけど、はい、そこの工夫はどういうふうに考えているんですか？僕はね、ものすごく素直に考える。今目の前で起きていることをどのポジションから撮ったら一番伝わるかなって。だから役者さんのお芝居でもそうだし、景色でも何でもそうなんだけど、自分がそれを見て、あ、ここにいると僕が伝えたい今目の前で起きていることを観客にも伝えられるんじゃないか、そういう意味で今目の前に起きていることを一番観客に伝えられるポジションはどこかなっていうふうに考える。それだからこうありたいっていうその構図へのこだわりとかそういうのは今はあんまりなく、昔はあって、例えば小津安二郎が好きだからちょっと低いポジションからの絵が好きだったりしたんだけど、今は本当に今目の前で起きていることを一番伝えられるポジションはどこだろうって考えるんで、あんまり上だの下だのっていう意識は逆になく、一番そのものが見やすい場所はどこだろうっていうふうに考えて撮る。今までさまざまな映画を作ってきたと思うんですけど、その映画を作る中で他のいろんな人と関わってきて、今までの中で一番心に残ったり印象に残った言葉はありますか？言葉、はい。まあでも随分ファンシーダンスっていう一般劇場映画を撮った時に、その映画を撮り終わった後に
色紙に名前書いてくださいって言われた時に何か一言添えるっていうリクエストがある時に書いてたんだけど、あるがままなりっていう、でこれは今でももしかしたら僕の中ではすごく強くて、あの禅の世界の話だったんだけど、あの最後に本木雅弘さん演じる陽平くんがあるがままなりっていう、もう要するに自分が今そこにいるそれが全てなんだっていう、あのそれがもしかしたら僕にとって映画の基本、さ今言ったように例えばどう撮るかもその世界が一番見やすいポジションに行くっていうのはやっぱあるがままをちゃんと撮ろうって。で自分がやりたいってこともやっぱり自分がこうありたいとかって思ってももう本当はこう思ってるのになんで人はそういうふうに見るんだって思うんだけど、もうしょうがないよね、自分があるがままでいるより他にそれが実は一番楽、あの素直に生きていく術じゃないかって思うところでは、やっぱファンシーダンスの時に撮ったそのあるがままなりっていう本木さんが言ったセリフがもしかしたらずっと今でも心がける、例えば誰かを羨ましいと思ったり妬んだりとかってすることがあっても、やっぱり自分はこの自分でしかないんだっていう、そのあるがままの自分を受け入れるっていう、なんかそういうところではあるがままなりっていうのが好きかもしれないですね。中学生の頃の夢は何でしたか？あとまたいつから映画監督を目指して、そのきっかけは何でしたか？はい、あの中学生の時の夢っていうかね、僕は中学3年まで野球をやってたのね。でちょうど中学2年生の時に、まあ、ピッチャー志望だったんだけど、投げると必ず肘が痛くなるんだよ。で治ってまた投げるとすぐ痛めてたのね。である時お医者さんに相談したら、君の肘は野球に向いてないって言われた。ものすごいショックで今でもよく覚えてるんですけど、だから野球できないんかって思って、中3まではなんとか続けたんだけど、本当はずっと高校も行って野球続けたかったのに中3で辞めちゃったの。で辞めちゃった時にこれからどうしようと思って、実は本をたくさん読み始めた。で映画もたくさん見始めた。要するに自分が何をしたいのか、どうやっていけばいいのかっていうのが、それまで野球一生懸命やってたからそれでよかったのに、それがなくなっちゃったんでどうしようと思って、そこからやっぱり自分が何になりたいのかとか、何ができるのかとか、あのそういうことをがすごくこう自分にこうの中の問いかけとしてすごく大きくなっちゃったんで、本をたくさん読んで、映画を見て演劇も見に行き始めて、そういう意味では何になりたいじゃなくて、一体自分は何になりたいんだろうっていう、そういうのを探すっていうのが僕の中学から高校だった。作品を作ってる上で迷ったりしたりする時があると思うんですけど、そういう時って何かしたり考えたりすることってありますか？あの最初に戻ることとか、あの要するに例えばさっき言ったようにシャルイダンスだったら、社交ダンスの取材を始めて驚いたことがいっぱいある。その驚きを忘れないようにする。そうするとどんどん取材していくとその世界に詳しくなっちゃって、全部が当たり前に見えてくる。だけど最初にこの映画を見てくるお客さんはこの社交ダンスについて何も知らない人がほとんどだろうと。だったら僕が最初に社交ダンスを見て驚いたこと、いいなと思ったこと、なんでこんな変なんだろうと思ったこと、それを大事にしないといけないんで、必ずシナリオを書いてたり取材して迷うと、僕はそもそもこの社交ダンスにどう出会ったんだっていうところに戻ろうと。でそこでもう一回考える。あ、最初に社交ダンスを見て驚いたこと、あの窓辺に綺麗な人が立ってたら一緒に踊りたいと思うっていう、そのサラリーマンの気持ちに戻ろう。だから思いついた時の自分に戻る。取材を深めてきて、どん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 入り込んできて、全てが当たり前に見えてきてしまって、だいたい悩みが始まるから、そしたらとにかく最初、自分は一体何に最初感動したのかっていうところに戻るというふうにしてる。
映像で人を楽しませるために必要なこととか、映画を撮影する中で感じる喜びとか重視しているっていうことは何か教えていただきたいです。もちろん最終的には見てくださった人に楽しんでもらいたいっていうのはあるんだけど、そのためには自分がまずその世界を楽しんでるかどうか。だから、社交ダンサー社交ダンス見てうわすごいなって自分が本当に思ってないとそれは人に伝わらない。だから自分がまず一番最初にその世界を楽しんでたり、みんなに分かってほしいって思ってるかっていう、だから自分にとって面白いか面白くないかを基準に考える。娯楽作品とかが多い中で、社会派のそれでも僕はやっていないっていう映画のように、世の中に問いかけるような映画を作ったきっかけとかはありますか？ジャンルで分けると社会派って言われちゃうんだけど、僕の中ではあんまりジャンル分けしてない。さっきも言ったように知らないことに出会って驚くっていうのが、まあ、最初のきっかけなので、あれはそれまで漠然と裁判はこんなものだって考えてたのが、現実の裁判を見てみると全く違っちゃったわけだ。えっていう驚きが本当に大きかった。だから多分裁判ってこういうふうに行われているってことを多くの人知らないだろうと、僕が驚いたように多分この世界をみんなが知ったら驚くだろうと思って、だから一生懸命その裁判についてを作ったのね。だそれは学生相撲だったり禅の世界だったり社交ダンスの世界って実は一緒なの。社交ダンスの世界ってこんなになってるってみんな知らないだろう、それ知ったらみんなが面白がってくれるんじゃないか、感動してくれるんじゃないかって思って作ってて、それでも僕はやってないは、裁判の現実の姿を知ったらみんなきっとびっくりするだろうと思って作ってるから、出来上がった作品を見ると娯楽作品とか社会派とかって言われちゃうけど、作ってる時の自分としてはやっぱり僕が驚いたことについて撮ってるっていう意味ではみんな一緒なの。私たちの5分から8分程度の番組を作っているんですが、その短い時間の中でその作品を作る上で気をつけることなど大切なことはありますか？短くても長くても一緒なんだけど、自分たちは一体何を伝えたいのか。で、これは撮り始める前に漠然とこれを伝えたいと思ってやり始めるんだけど、やっぱり対象と向き合ってると、あ、本当はこういうことを伝えたかったんじゃないのかっていうことに気づくんだよ。で、作品を作る面白さって、自分の頭の中にあるこの世界だと思ってスタートしたことが、それを作りながらどんどん実は変化していく。で、ものづくりが面白かったり大切だったりするのは、じゃあその変化にある。だからみんなも企画を立てるときに最初にこういうことなんじゃないかと思って企画を立てるわけです。でも実際にスタートするとそうできないことがいっぱい出てくる。で、その時にその現実を見て自分たちがどう考えるか、そこの変化に作りながら自分のことも分かっていくし、対象の世界のことも分かっていく。で、それが大事だし面白いし、もう一番大切なことだと思うのね。その短い、限られた枠は最初に決まってるとしても、その中で自分たちは一体何を伝えたいんだということからスタートする。だけどその何を伝えたいかは作りながら多分変わっていく。そこをで挫折しちゃダメで、その変わったことにまたきちんと向き合っていく。それが最終的にはいい作品になる。そういうもんだと思う。私たち今中学生なんですけど、中学生のうちにこれはやっておいた方がいいよとかそういうのありますか？自分たちにはまだまだ知らないことがたくさんあるっていうのを忘れないでほしいね。だから大事にしてほしいのは、何かに興味を持ったらやっぱりその世界をちょっと一生懸命進んでみる、歩いてみる、探してみる、
そういうことをするとまた違う興味が湧いて他の世界も知りたくなったりする。そういうふうになんか自分が興味を持ったことには少しのことでもいいからちょっとチャレンジしてその世界に挑戦してみる。クラブ活動でも何でもそうだと思うんだけど、なんかで実際にやってみないと分かんないことが世の中にはたくさんあるんだっていうのを覚えててほしいな。だからよく言われると思うので可能性はいっぱいあるって。でも本当にそうで、僕らは、僕だってもう60年以上生きてるけどまだまだ知らないことだらけ。その世界の中に入っていかないと分からないことはいっぱいある。だから簡単に、ああこんなものだって思ってほしくない。だから本も読めば、英語も見るし、舞台も見るし、音楽も聞くし、何でもやってみてほしい。監督は映像制作の大先輩ということで、何か私たちにアドバイスなど叱咤激励をお願いします。普段皆さん作品に接するときは出来上がった世界を見るわけ で、その出来上がった世界を見ちゃうと、こんな世界にどうやってたどり着くんだろうって思うことあると思うね。だけど作ってる人たちも実は最初からその世界は見えてるわけじゃない。一つ一つ積み重ねて結果としてそこにたどり着いて、作り始める時ってゼロで、でもゼロは明日いきなり100になってない。やっぱり少しずつしか積み上げられない。 0.01 かもしれないし 0.1 かもしれないけど、でもその小さな積み重ねが驚くような100表せている世界になってるね。自分の進歩が遅いからって絶望してほしくない。もう積み上げるしかない、一つ一つ。そうするとふと後ろ、まあだから本当山登りと一緒だよね。一歩一歩歩いていかないと頂上に行かないんだけど、ある時ふと後ろを見たら、うわこんな高いところまで来てたっていう感じなの。どんな天才でもそうだと思う。だから自分のやってる小さなことに絶望しないで、その小さなことの積み重ねでしかたどり着けないっていうのは覚えておいてほしい。相手に自分の思いを伝えるために気をつけていることとか、心がけていることとか、今まで話した他にありますか？誰かがこう思うかもしれないからダメなんじゃなくて、自分がとにかく面白いぞ、楽しいぞ、すごいぞって思う、そのことをやっぱ貫かないと、そうしないと実は第三者にも伝わらない、観客にも実は伝わらない。最初から見てくれる人たちの気持ちを考えて題材を選んだり撮り方を考えたりはしないで、とにかく自分にとって一番、要するに自分が伝えたいと思うこと、それを一番大事にする。世の中にはいろんな人がいて、いろんな考え方があるんだっていうことを忘れないでほしいね。相手を見て、相手の話をよく聞いて、で、あ、こういう時にはそういうふうに考えるんだ。だったら、こういうふうに伝えたら分かってもらえるかな。要するに相手がどんな考えを持っているのかとか、どんな人なのかっていう知らないと、自分の一方的な価値観で喋っててもものが伝わらない。で、議論ってそういうことだからね。今は相手の話をこうシャットアウトするような人たちが多くなってるけど、でも一人一人みんな違うんだ。もしかしたら使ってる言葉一つもニュアンスが違うかもしれない。それぞれの人が生きてきた環境の中でやっぱり違う価値観を身につけてるっていうことを覚えておいて、で最低限その人をやっぱり尊重するっていうこと、そういう価値観は違うんだとか、そんなのは嘘だとかではなくて、確かにその人も同じように生きてきて感じてきたこと、そこでできた価値観があるわけだから、でそういう違う価値観と向き合うことで自分も揺さぶられて、もっといいものに出会えるかもしれないから、自分の価値観をそう簡単に変えるってことはできないけど、違う価値観の人と出会うことによって
また自分の価値観にも変化が生まれて、もっともっと世界が豊かになるかもしれない。いかがでしたか？いろいろな場面で力になるたくさんの言葉をいただきました。私たちもこのパワーワードを忘れずに、これからも番組制作に励みます。それでは最後に番外編もお楽しみください。さっきのトークショーでなんか草刈さんのことを草刈って呼んでるので、なんで下の名前で言わないの？いや、タミちゃんつって言うんです。一応世間体で、一応妻がっていうのもちょっと抵抗あるんで草刈って言ってますけど、で家でタミちゃんって言ってます、未だに。俺64で向こう55ですけど、タミちゃんって私は呼んでます。もう触らぬ民にたたりなしって意味分かった。もう、ね、奥さんの言うことにもう、ね、集中してる時に余計なことずっと怒られるんでね、なるべく触らないようにしてる。それもね、知恵。結婚はね、異文化交流だ。楽しいよ。世の中にこんな人いるんだとか、そういう日々です。価値観一緒じゃつまんないじゃん。だ今までやってたことが、そうだよねそうだよねって言ってる人と一緒にいるだけで、全く違う考え持ってる人がいると毎日驚きの連続なの。バレリーナのゴミの拾い方って知ってる？落ちてるゴミ拾う時に、僕最初びっくりしたんだけど、膝曲げないの。すごいなと思っちゃった。座る時も、地べたっていうか、カーペットの上で座る時も180度開脚して座ってるとか、ね、正座でもあぐらでもない、足伸ばすでもない、180度開脚って変だろ。そんな価値観を僕は持ってなかったな。異文化交流です。お忙しい中ご協力いただき